よーし、アイハラ。これでも食らえ。うれー。コトコ。はい。見えた。やったじゃん。足ひねったのか。ここか。おお、痛い。神様、ますます入江くんが好きって言ったら怒りますか。お前の家まだか。おかしいな。お、あった、あれだ、新しい家。はい。誰ですか。私、この家のものですけど。ここは私の家だ。嘘。とにかくここは私の住まいだ。どういうこと。ごめん、入江くん。そんな足でほったらかしといたらまたおふくろに怒られるからな。とりあえず親父さんと連絡が取れるまで家で。でもお父さんどこ行っちゃったんだろう。お兄ちゃん大変だよ、また僕の部屋が。こいつだよ、こいつのせいで。おかえりなさい、お兄ちゃん。そしてコトコちゃん、一緒だと思ってたわ。なんか今日入居できるはずの家が別の人のものになってて、お父さんに連絡しても全然繋がらないし。コトコちゃんのお父さん今不動産屋さんに出かけてらっしゃるわ。え、一体何があったんですか。それがね、なんだか契約上のミスだったらしくて、新しい家コトコちゃんのお父さんよりも一日早く契約した方がいらっしゃったみたいなの。え？本当に申し訳ございません。系列会社の方で先に契約していたみたいで。そんな。ほら、家具や大きな荷物なんかは今日うちから新しい家に移すことになってたでしょ。それもダメになったみたいで、朝から引っ越し屋さんに電話したり不動産屋さんに電話したりってずっとバタバタしてらしたから、それでコトコちゃんの電話も通じなかったんじゃないかしら。じゃあ私とお父さんまた住む家なくしたってことですか。どうしよう。あら、またうちに戻ってくればいいじゃないの。でも相原さんもコトコちゃんもうちに住めばいいじゃないの。だって私たち家族になるんですから。え？まだそんなバカなこと言ってんのかよ。そっちこそ何言ってんの。キスしたくせに。私は言ってない、私は言ってない、私は言ってない。嘘でしょ、嘘でしょ。お兄ちゃん、2人ともそんな素振りも見せないで。もう親をはめちゃうなんて、もう人が悪いったら。なんでおばさまがそんなこと。情報を制するものは世界を制するのよ。はいはい、そうです。ではそういうことでよろしくお願いいたします。
琴子ちゃんが戻ってきてくれて本当に嬉しいわ自分のお家に戻ってきた感想はいかが？違うんですおばさま、私と入江くんはおばさまが思ってるような関係じゃなくて、新しい家が見つかり次第すぐ私たち出ていきますから。でも新しいお家見つかるかしらね。え？とにかく私は琴子ちゃんをお嫁にもらうって改めて決意したの。だって琴子ちゃんとお兄ちゃんはキスした仲なんですもの。だから違うんです、それはちょっとした間違いで。私たち手もつないだことないし、それどころかデートもしたことないし。そんな弱気でどうすんのよ琴子ちゃん。したことなければこれからすればいいじゃないの。ちょっとした間違いでキスができるならデートだって初めてできちゃうはずよ。そんな無茶な。琴子ちゃん、お兄ちゃんとデートしちゃいなさい。それがあなたのミッションなのよ。頑張ってね。成り行きで入江くんとの初デートを命じられてしまった私。そりゃ私だってできるものなら入江くんとデートしたい。でも彼はそんな気ゼロなのに、一体どうしたらいいの？ねえ気づいてる？私はアップデートしているよ。いつか届きますように。本当の気持ちってどこにある？避けられても好かれてもいないなんてつまんないでしょ。こんなに何度も同じこと考えてる半分でもいい。シェアしてよ。きっと報われない努力数えるより、明日の作戦を立てりゃ今すぐ飛び出せる。アップデートしてね。いたずらっ子のような毎日をリファイアンちゃわかんない。でもやっぱいっぱい好きで気づいて、私はなぜかおばさまにキスしたことバレちゃっててさ。あ、もしかして二人喋ったの？もうなーに、ちょっとした弾み、弾みってこれこれキスやと？琴子、お前入江の野郎とキスしたんか？琴子、お前入江のこと諦めるやなかったんか？金ちゃん、ごめん。金ちゃんにはちょっと刺激強すぎたね。でも帰ってよかったのかも。里野？だって琴子入江のこと全然諦められてないじゃん。
子、自分でも気がついてるんでしょ。たとえライバルがいても、どんな障害があっても入江への気持ちは変わらないって。だったら金ちゃんもさっさと諦めて次へ進んだ方がいい。でもそういう私も入江くんに相手にされてないんだけどね。噂をすれば。よいしょ。さ、入江くん、今度の日曜日一緒に映画に行かない？チケット2枚あるの。何？松本優子のやつも入江くんとの初デートを狙ってるわけ？うわー、勝てる気がしない。須藤先輩。いやいや、相原がせい、なんでいたいここに。あ、入江のこと見てたのか。そういう須藤先輩ももしかして松本さんのこと？もしかして松本さんのことが好き？相原。やだ、昼間からこんなところで。やっぱりあの噂は本当だったのね。え？噂？あ、相原さんと須藤先輩が怪しいって噂。え？適当なこと言わないでよ。だってあなたみんなに入江くんのことを諦めるって言ってたじゃない。それって須藤先輩が原因なんでしょ。テニス部内じゃ結構の評判よ。え？そうなの？おう、違う。あ、入江くん、あの、これはね、誤解なの、誤解。あの、違うの。別に俺には関係ないし。あ、松本、さっきの返事だけど、日曜暇だからいいよ、映画。本当？ありがとう。須藤先輩のせいですよ。急に体重かけてくるから。相原が足怪我してるの忘れてて、本当すまん。でも知らなかったな、俺たちの仲がテニス部内でそんなに噂になってるなんてな。なってるわけないじゃないですか。松本さんの出まかせですよ、入江君に自分を印象付けるための。松本はそんなつまらん嘘をつくような女じゃない。須藤先輩って本当に松本さんが好きなんですね。相原、ちょっと相談があるんだけど。その、なんだ、君は入江が好き、俺は松本が好き、松本は入江が好き、これじゃいかんと思わんか。それじゃ誰も幸せにならないですもんね。そこでだ、二人で協定を結んでだな、それぞれが協力し合うってのはどうだろう。協力？どんな？例えば。イリエのデートを尾行する？金ちゃんに聞こえたらどうすんの？大丈夫、今日金ちゃんお休みみたいよ。子供どうしたの？よかった。でもデート尾行なんかしてどうすんの？分かんないけどさ、二人がどうにかなっちゃったらどうしようと思って。そう思うとただただ心配でさ。情けないわね、さとみ。だってそうじゃない、松本優子におみおみと初デートを奪われたのもそうだけど、挙句の果てにそれを尾行するだなんて、それじゃまるで須藤先輩ってことこがデートするようなもんだよ。なんか変な音しない？人工、
今大事な話。お口チャック。アップルティー飲む？オレンジジュース。須藤先輩と琴子がデートやと。どうなってるんや。そんな、いいの？仕方ないじゃん。恋なんてそんなもんよ。琴子、新たな恋に落ちたんか？あのシゲの親父と。デートは、映画、銀座。銀座、カラス森、新橋。場所なんてどうでもいいよ。映画デート、ロマン。デート、映画、銀座、カラス森、新橋。ロマン。デート、映画、銀座、カラス森、新橋、ロマン。あーさっぱりわからへん。もう頭が変になりそうや。おい金之助、何やってんだよ。お前店開いちまうぞ。すいません兄貴。なんだよそれ。わからんのですわ。暗号か。デート、映画、銀座、カラス森、新橋、ロマン。頭こんがらがりますやろ。なるほどね。え、兄貴分かったんですか。お前がデート行くのか。だろうな。お前見たのにこんな大人のエロいデートできるわけねえもんな。エロい。琴子すまねえ。あれからありとあらゆる不動産を回ってみたんだが、どういうわけかいい物件が見つかっても僅差で別の人に契約が決まっちまって。そっか。とことんついてねえな。まあとにかくすぐには新しい絵見つかりそうもないんだ。だからしばらくの間入江家にまた世話になるしかない。そんなお父さんが頭下げるようなことじゃないでしょね。いやでもあれほど決心して入江家を出たのに、お前にも辛い思いをさせてるんじゃないかと思ってさ。さっきの返事だけど、日曜暇だからいいよ映画。本当？ありがとう。やっぱりな。違うの、お父さん。あのね、私やっぱり入江くんのこと好きなんだ。いやだけど直樹くんの気持ちが。それは関係ないと思う。そりゃ入江くんが私のこと好きになるなんてありえないかもしれないけど、最後まで諦めたくないの。お父さんいつも言ってるでしょ、途中で何かを投げ出すのは良くないって。入江家から離れて改めて分かったの。今一番私が投げ出したくないのはこの気持ちだって。そっか。だからお父さんも私のこと心配しないで。たとえ傷ついたとしても何もしないで後悔するよりずっといいから。似てるな。お母さんに。違うよ、俺にだよ。やっぱ
俺の娘なんだな。これだ。お化粧なんかしたって入江君とデートするのは私じゃなくて松本さんなのに。私だって入江君とデートしたかったよ。おしゃれしてお化粧して映画見たり買い物したり、ちょっと高級なレストランでお夕食食べたり、よし、ナイスバーディー。須藤さん、いつの間に。入江って手が早かったっけ。いや、それほど、むしろ奥手かもしれないです。うん、それは相手がお前だからな。うん、あの松本の色気なら入江だって。おう、入江くん。入江くん、待った。ううん、早めに来たの。そのワンピース君に似合ってるね。本当？嬉しい。やろう、貴様なことは。行こうか。うん。エロい。おい、金之助、こっちだ、こっち、こっち。子供！今の人たちのすぐ後ろの席ください。新橋ロマン、烏森口から徒歩1分だし。せやけど銀座はそんなもん決まってんだろ。お前、映画見てエロい気持ちになったところで、座銀のこじゃれたホテルにしけ込んで。あのヒゲ野郎、なんちゅうことを。こんなもん見せて、ことこに。
やらしいことを。おい、すいません。何やってんだよ、こっちこっち。譲ったけど、その先は他の男には絶対渡さない。ちょっと何よ。おい、座れよ。見ねえだろ。いい映画だったわ。ねえ、お茶でもする？私ね、中学の時から入江君に興味があったんだ。隣に天才テニスプレーヤーがいるって聞いて。しかもハンサムだし、成績はいいし、お父様は東大出身の社長さんなんでしょ。てっきり外部受験すると思ってた。でも隣に進学するって聞いて嬉しかったな。運命感じちゃった。そう。ねえ、入江君の好きな女の子のタイプってどんな人？タイプ？うん、そうだな、美人でグラマーで、うん、頭のいい子がいいな、うん、あと料理上手っていうのも絶対だね。励まさないでください。分かった。そうなんだ。ねえ、私たちってとってもいいカップルなんじゃないかしら。かもね。まだお夕飯までに時間があるわ。買い物付き合ってよ。いいよ。これとこれどっちがいいかしら。これ君なら着こなせると思うよ。本当？すみません。はい、これ試着お願いします。はい、ありがとうございます。ではこちらへどうぞ。物のアクセサリーなんか見てんの？まさか
松本にプレゼントするんじゃ。嘘、私なんかずっと一緒に暮らしてきたのに何ももらったことない。ねえ入江くん、ちょっと後ろ閉めてくれない？ありがとう。どう？須藤さん！ちょっと待って。何すんの？何すんの？怖い怖い怖い。いえ、触るな。触るじゃない。さすが入江くん、いいセンスね。この服に似合ってる。服を着てるモデルがいいからさ。お世辞でも嬉しい。世界すぎてめまいがする。でもあの二人お似合いですよね。お前が認めてどうすんだよ。はい。持つよ。ありがとう。よし、行きましょう。靴も欲しいなって思うんだけどさ、今欲しい靴があって、白にする。危ない。大丈夫？ありがとう。よかった、怪我なくて。行こう。先輩、私帰ります。何言ってんだ綾原。もうこれ以上見てるのが耐えられないです。見るに耐えない事態を阻止するために俺たちが来てんじゃないか。でも二人がお互い付き合ってるなら仕方ないと思う。こんなの惨めすぎる。すいません先輩、ドローンします。分かった、気をつけて帰るんだぞ。ごめんなさい。どうしてくれるんやこれ。ごめんなさい。すいません、クリーニング代をね。それで済むかい。このシャツたっかんやぞ。10万もするや。10万。先輩どうしよう。おう、なんとかしよう。銭湯2万。お嬢ちゃん、はい、可愛い顔してるやんけ。ちょっとうちの事務所まで来てもらっていろいろ相談しようかな。え、さあ行こうか。バチが当たったんだ。人のデートの邪魔なんかするから。1500円で十分だ。なんでいるのよ。おい、こそ今なんて言った。安物のシャツのクリーニング代なんて1500円で十分だ。てめえ舐め腐って。ちょっと失礼。須藤さん、あとはお願いしますよ。俺らを一日中追いかけ回したんだ。せいぜいいいところ見せて松本を振り向かせてくださいよ。入江くん、悪い、今日はこの辺で。待ってくれ。待ってくれ、宇宙ゼルフジー。やめろ。これ私、入江くんと一緒に走ってる。嘘みたい。Thank you.
このまま時が止まってしまえばいいのに。ここまで来れば大丈夫だろう。もしかして私たちがつけてたの気づいてた？お前らのどんくさい尾行なんて待ち合わせ場所に着いた時から分かってたよ。じゃあ須藤先輩が松本さんのこと好きなことも？昨日までお前と須藤さんが本当にできてると思ってたけどな。でも二人で尾行してきた時点で分かったよ。そう思うとお前らの反応がおかしくって。ごめんなさい。私、入江君が松本さんとデートするって聞いていても立ってもいられなくて、それで、でももし入江君が松本さんのこと好きなら私とんでもない邪魔しちゃったなって思って。どっか行く？そう、じゃあ俺帰るわ。行く！行く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 。一回言えばわかるよ。ごめんなさい。どこ行く？じゃあ映画館。うわ、見たから。じゃあお買い物して、その後おしゃれなレストランで夕食を食べて。その格好で？そうだよね。入江君こんな格好じゃ恥ずかしいよね。来いよ。また入江君にからかわれちゃったのかな。その格好じゃレストラン無理だろ。夕飯
美味しい、うん、腹減ってれば何でもうまいよ。ううん、どんな美味しいフランス料理もイタリア料理も中華料理もこのハンバーガーには勝てない。俺さ、この前まで大変なことってなかったんだ。だけど高3の時、お前にラブレターをもらってからというもの、ほとんど毎日が大変とイライラの連続。思うに、お前は俺に与えられた試練なのかもしれない。試練？俺、初めて与えられた試練に慌てちまって必死に逃げようとしてたんだ。何よ、人を疫病神みたいに。だけど何の苦労もない人生より、あえて試練に立ち向かった方が面白いっていう風に思えた。ありがとう。え？分かんないならいいよ。それくらい分かるわよ、バカにしないでよね、うん、つまり私から逃げようって思ってたけど、それで思い直して、結婚したいとか、え、たま、プロポーズバカ、どうしてそこまで飛躍するんだ。だよね。俺はお前と同じ家にいても嫌じゃないって言ってるんだ。それって私のこと嫌いじゃないってこと？苦手だけど嫌いじゃないよ。服だけじゃなくて顔もひどいことになるぞ。だって来た。やっぱり三本立てってすげえな。おお、金之助、お前まだいたのか。男、どこにおるんや。
介？銀之介？ひょんなことから実現した私と入江くんの初デートは、思い描いたものとは全く違ったけど、でも初めてキスした時よりも、初めて抱き上げられた時よりも、もっともっと入江くんが私の近くにいる気がしたな。そういう経験も必要なんだよ。直樹が望むんだったら、家を出て一人でやってみるのも悪くないかもしれないな。やってみなさい。ありがとうございます。入江くんが家を出て一人で暮らす？私と一緒に暮らすの嫌じゃないって言ってくれたのに、どうして？どういうことなの？嫌われてるのかな。俺たちが戻った途端に家を出たとなっちゃうな。突き止めたわよ。お兄ちゃんのバイト先警察に行かない？私この店で働きます。そしたら入江くんずっとそばに。お待たせ。あ、松本さん、どうして入江くんがここでバイトしてるってこと知ってるの？教えてもらったの、彼から。俺はことこのそばにおるから、ここにおるから。このまま入江くんとの距離広がっていっちゃうんだろうな。